れ惚れです。そうそうそう、溝の中でとにかく横にしないっていうのはすごい大事なことです。曲げる意識よりも乗っていく意識、スキーの面で捉えていけば十分です。スキーも勝手にたわんでくれるんで、自分から無理して踏む必要もないです。そう、側近使え、側近側近、そうそうそう、今いいとこ入ったね。そうそうそう、最後に側近使えばいいじゃん。そうそうそう、今よかった、今よかった、本当に脇締まってて。そうそうそう、体前に投げろ、そこで体前持ってけ、前前前前、ラインはいいとこ取ってるね。さあ横にすんなよ、スライドさせんなよ、まっすぐ狙ってゲート行くまでスライドさせちゃうんだよな。ほら、内側狙いすぎ、スピード乗んないんだあれだと。そう、前に投げろ、そう投げろ、そう、今みたいに腰乗ってるといいよね、足場ができて次の運動に入りやすい。なんで最後やめてんだよ。壁狙ってき、壁絶対内側行くなよ。そう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 、少しずつ良くなってる。そう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 、まだスキーちょっとだけ内側入るね、ターンの全般。そう、外径は一生懸命取ってる。もっと速いスキー意識して抜け出せ、脚使え、脚使ってここで伸ばせ。そうそう、外径を取ったよ今、うん、OK。 さあこじるなよ。上がった、さあ狙い方気をつけて、絶対まっすぐに行くなよ。それと外はしっかり、そう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 、狙い方分かってきたね、転ばなくなってきた。とにかく外足にしっかり乗って体の向きさえしっかり下向けてれば絶対転ばないから、どんな状況でも。疲れてるな。そう、前、そこで足伸ばせ。そう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 、オッケー。